韓国 KAI 社開発の KF21 試作第1号が、タキシングテストに成功したとの情報をキャッチしました。今回は、タキシングテスト成功と KF21 の中身について、詳しく見ていきますね。国産部品って、そこまでないような気がしますし、意外に飛んだので良かったですね。F-35A とは、昨年2021年4月に製造元である KAI、韓国航空宇宙産業社のキョンサンナムドのサチョン工場において、試作機の初出庫が行われた、韓国の国産戦闘機である KF-21 ポラメが、サチョン空港に姿を現した。今回は、2022年7月8日のことであり、KF-21 ポラメは、サチョン空港において、自らが搭載している機関部を使用して、地上を移動するタキシングテストを行うために、その場に姿を見せたことが報じられている。ここで、KF-21 ポラメは、着陸時に使用するアレスティングギアを下ろした状態で、滑走路の走行を行うテストを成功させており、今後は、7月中に、実際の初飛行を行うスケジュールで、開発計画が進行していく予定である。KF-21 ポラメの開発を推進している韓国防衛事業庁と KAI、韓国航空宇宙産業社によれば、同機の初飛行は中旬の10日からの週かもしくはその翌週となる見込みで、およそ40分の時間が予定させているとされている。この初飛行を成功させた後には、さらに、KF-21 ポラメは、地上でのテスト、及び飛行テストを継続し、それらの過程を無事に終了することを前提として、2026年頃からの量産機の製造に着手されるものと考えられている。昨年4月に行われた KF-21 ポラメの試作機の披露、及び命名式では、前、文韓国大統領が、同期の韓国空軍への配備数の計画を2028年までに40機、2032年までに120機が目標だと公表しており、これに向けた準備が進められていくのだろう。韓国サイドの見解では、アメリカの F-A18E、F スーパーホーネットやユーロファイタータイフーンを 4.5 世代戦闘機、F-35 ライトニング2を、第5世代戦闘機であるとする一般的な見方になぞらえて KF-21 ポラメの位置づけを定義している。それによれば KF-21 ポラメはいわゆる 4.5 世代機と5世代機との中間に位置する機体であり、前者よりも先進的なステルス性とアビオニクス類を備え、そうした電子機器類も韓国の国産品を随時搭載していくと述べられている。韓国側は、KF-21 ポラメの開発理由を、自国の都合に応じて、製造や修理、またアップデート等が可能であり、また、国産の兵装やそれを運用するための仕様変更等も、自由に行えることが、最大の利点であると、強調している。これに対して、おおむね、アメリカ製の戦闘機を指していると考えられる、この指摘では、故障時の消耗部品の交換や修理に際しても、原産国の数々の制限が課されることを引き合いに出しており、理論的な整合性はあると感じられる。日本でも、現行の F2 戦闘機の開発に際しては、結果機関部の国産化の技術力の欠如や当時の政治的な思惑もあって、アメリカの F-16 ファイティングファルコンをベースとせざるを得なかったが、同様の課題が発生した経緯もあるからだ。そうした点から見れば、韓国の KF-21 ポラメは、日本で言えば F-2 戦闘機の後継機となる次期戦闘機の開発理由とよく似た背景を持つ機体であり、他山の石として、
今後の開発の進捗を観察していくことは意味があるだろう。韓国における KF-21 ポラメの開発計画は、今現在の2022年から21年前となる2001年まで遡り、当時の韓国の金大統領の政権時代に、KFX 事業と銘打って始められたものであり、国の命運をかけた一大事業と見さされている。KFX 事業は、その当時の予算額で、およそ8兆8000億ウォン、日本円に、して、およそ9200億円に相当を投じた韓国の国家的大事業であり、戦闘機を国産で製造するという、技術的な側面はもちろん、経済的にも、投資額が、莫大な計画だった。ただ、韓国としては、国産初の戦闘機は、KF-21 ポラメではなく、同じ KAI、韓国航空宇宙産業社が開発、製造を担った FA-50 が、先に存在しており、ここで培われたジェット戦闘機の設計や、製造の技術が用いられていると言える。FA-50 は、ジェット戦闘機の練習用の機体として開発された T-50 練習機に対し、簡易的な戦闘爆撃機となるように、レーダー、等のアビオニクス類や兵装を施したもので、フィリピン空軍では、12機が2017年から実戦配備されている。T-50 は、1992年から開発に着手されていたが、当初は KTX-2 と呼称されており、2000年に韓国空軍が創設からちょうど50周年を迎えたことを契機に T-50 に名称変更され、2002年の初飛行後、2005年から同空軍での運用が開始された。T-50 は韓国空軍向けの F-16 ファイティングファルコンである KF-16 の導入のバーターとして、アメリカのロッキード・マーチン社からの技術供与を受けて、KAI、韓国航空宇宙産業社が開発したため、それが功を奏したとも言える。それは、ジェット機の練習機としては、決して安価ではない T-50 だが、技術供与を受けたロッキード・マーチン社の F-16 ファイティング・ファルコンとのシステム上の互換性が高く、それらの主要国への輸出が期待できるからである。実際、そうした海外への販路の開拓には、ロッキード・マーチン社と KAI、韓国航空宇宙産業社とが協調して従事しており、F-16 ファイティング・ファルコンの採用国に対して、少なくとも、600機ほどのニーズがあると見られている。そのため先に挙げたフィリピン以外にも、アジアでは、インドネシアとタイが、T-50 系列の機体を採用、また、中東のイラクでも採用されるなど、韓国としては、軍需用の航空機の海外輸出品として、T-50 は、重要なポジションを担っている。ことに、インドネシアは、T-50 系統の機体が、初めて輸出された国であり、合計で16機ほどを調達しているが、ここで獲得した同国とのコネクションをベースに、KF-21 ポラメに関しても、同様に導入されることが決まるなど、関係が強化された。インドネシアと韓国とは、当時 KFX と呼ばれていた現、KF-21 ポラメを、2014年11月に、両国で共同開発を行うとする契約を締結し、その開発の初期費用について、インドネシア側が2割、韓国側が8割を負担することが発表された。ただし、翌年の2015年9月になると、インドネシア側が、この契約を取りやめることを表明。その理由を、KFX、KF-21 ポラメの開発スケジュールが、予定通りの進捗をしていないと説明されたが、この展開には、韓国側は納得しなかった。この問題は、紆余曲折を経て、2022年の今は、落としどころを見つけて、元の鞘に収まっているが、発展途上国への兵器輸出には、
少なからぬリスクが生じる可能性があることを、改めて、如実に提起したケースであったと思われる。余談だが、2015年には、KFX、KF-21 ポラメのプロモーション映像に、日本の複数のゲームソフトの一部の内容や、アメリカ映画の音楽の無断使用が発覚する騒ぎがあったが、韓国政府、KAI、韓国航空宇宙産業社とも説明責任を果たしたと見えない。結局、この KFX、KF-21 ポラメのプロモーション映像からは、問題とされたシーンを削除しての公開が続けられており、今も、YouTube 上では、およそ10分半ほどの、このプロモーション映像を視聴することが可能である。多分、日本で、仮に、同様な形で、韓国のコンテンツを無断借用した、何らかのプロモーション映像などが発覚したならば、相当な反発が韓国側から寄せられることは想像に難くないと、個人的には思えてらない。